面白いですね。名言ですね。朝のコーヒーは活動の泉、昼のコーヒーは知恵の泉、夜のコーヒーは安らぎの泉。名言いただきました、うん、まあやがってなんか方向北側の方に向かって歩いちゃってますよね今、うん、こんなところに家畜保健衛生所なんてあるんですね。四日市は確か新庄の方にあるんですっけ。あの県の庁舎のすぐ近くにありますよね。あれ家畜保健衛生所ではなかったかな。なんか畜産関係のやつありますよね。また石がありますね。ここは。えらい、いろんドラちゃんかな、ほわ、キングね、あのネズミ、そしてあの犬、そしてあの猫、奥はあのウサギ、その奥はドラちゃん、そしてあのネズミの伴侶ガールフレンド、あらかなり全方位に来ましたね、これこれこれはだいぶ攻めてます。さすがに私有地みたいですから、中に入るのやめときますけど、それを手前で仏様が守っているというですね。なんだこの図は何なんだこの図は。ちょっとあの猫さんね、ちょっとあのタヌキのような猫さんね、ちょっと 目の位置がなかなかエキセントリックなことになってますけどいや仏様が守ってるから大丈夫なんでしょう。やっぱ歩くとありますね、細かいところ突っ込むところありますね。どうも音楽、神橋、音楽院、神社もありますね。面白い石碑がありますね。これ何用の石碑なのかわかりませんけど、後期2600年記念と書いてありますね。後期2600年ということは、1000、うかつなこと言えやぞ。うかつな、2600年、1930年でしたっけ。いわゆるゼロ戦ができた時ですもんね。あら、すごい。近代的な再生箱と書きますね。なかなか高度的な再生箱ではありますけどね。これコンビニにある、あ、郵便ポストの、結構豊かもあります。さあ今回の旅の上でね、無事も帰還しました。はい、これ言うて結構な、歴史がありそうですけどね。賽銭箱はかなり近代的な、ローソンに置いてあるポストのあれと全く一緒の、あれを塗り直してやってますね。鍵の形状が完全にあの郵便ポストに使う、形状の鍵用のやつになってるんで、逆に言うとどこからそういうのを仕入れてきたんでしょうね。謎は深まるばかりですか。解決することもできないでしょう、
ただ郵便用の鍵っていうのは絶対他には流通しないんで、中の鍵穴のね形はね、違うものになってるはずなんですが、ちなみに私もね実際に実物を使ったことないんですが、郵便ポストにもやはりマスターキーというのがあるらしくてですね、毎日それがなくなると本当にとんでもない大ごとになるらしいですね。こっちは郵便ポスト、本当この辺りこの、14号ポストでしたっけ、多いですね。ここはご接種見ない、あこれ重曹、重曹っていうと大阪のイメージですけど、ここら辺は南重曹っていうみたいですね。これ裏は学校かな、なんかこのままだと押見駅の方まで歩いて行っちゃいそうですね。あ、そういえば年末に来た時にこういう話をチラリとしてたんですけど、あれオンエアカットしたっけ、お女と男のつら、これ人と人との集いっていう読み方だったんですね。昨日やったみたいだったんですけど、どうやってやった、なんかシャープのでっかい工場が見えてきましたね。いい加減これ電車の方面に向かってかんといかんな。もはや街道沿いでも何でもないですからね、ただの農道ですからね。これフライト歩いてきましたけど、これは久しぶりに本当にやらかしてますね。さあどうしよう。もう完全にあの秋津島のルートから外れてしまってそうですよね、この感じ。あっちか、ハンナはどうかな。あ、近くずっと行ったら地元の方に行くのかな。見事な田園地帯に来てしまってますよ。向こう側に行きたいんですけど、違うね、さすがにねこのあぜ道を行くのはね、良くないでしょうからね。少しずつシャープの工場が近づいてきてますけど、葛城工場とかってありましたっけ、シャープに。私こんなところ歩いてていいんでしょうかね。あれですね、今度から万歩計持ってきましょう、つけましょうか。言うて私ない、いやかいやって結構歩いてると思うんですよね、これ。しかし面白いですよね、奈良で住んで当たり前って当たり前なんですけど、四方見渡す限りにずっと山があるんですよね。まあ盆地なんで当たり前なんですけど、やはり、四日とか三重の感覚ですとね、ない光景ですからね、こういうのは。しかしこれちょっと一回地図チェックした方が良さそうですよね。いくらなんでもちょっとだいぶ離れてしまってる気がしますよ。本当にこれ押し見切った方が早いかもしれませんよ。押し見どころか、ひたすればこれ高輪駅の方に近づいてる感じもありますからね。ちょっとね、こういう時に GPS ありがたいですね。現在地はどの辺りなのかなって聞いてみると、なんかわけのわからん、あでもなんか GPS 迷ってますね。いやこんなところに来ると思ってなかったよって感じで聞こえるのか、ただツバメ、スズメか、
スズメの鳴き声ばかりですね。あ、でもすぐそこカツラギ川ってなってますけどね。マジ？あ、もう本当におしめ駅近くだ。近くもないけどな。やはりこっち側に行っておしめ駅に行った方が良さそうですね。するとカツラギ川の支流がどうもあるみたいです。うん。思い切り道の真ん中歩いてるので本当に良くないんでしょうけど。まあ。車も来る気はないですし、いいですからね。一応橋歩いておきます。多分こんだけの距離歩いとったらね、結局歩いて勝家山のロープウェイに向かってもよかったかもしれませんけどね。まあ、考えてみたら今ね、頂上チャージしたらね、5,000円切っちゃったんでね、言うて月末ですからね、給料日前なんで、そうそうそう、考えてみたらそうですね、4,200円の切符買っちゃったんで、ね、週末フリーパスを。まあまあ、この月末大変ですね。向こうがメインの通りみたいですけど、まあ、ちょっとこっちの方もなんか古い古民家とかある感じですね。ちらりと見てみましょう。ああ、農産大根とかかな、乗って満載ですね。一番またどこに入ってしまいましたけど、あれ、これどん突きか。車だったら大変だったな、歩きでないとこれはちょっと入れないようなところですね。あ、これ U パックの配達だったら大変ですね。あ、公民館が出てきた。これは何でしょう。今城公民館、今城でいいのかな。この辺りでもギっていう呼び方しますもんね。今ギとかくらにね、町名とか集落名はね、わかんないですね。御世市、今城と書いてありますけどね。今城なのかな。お、で、だいぶシャープの工事が近づきましたね。魚釣りは禁止だし、消防水ってなってますね。なんでも魚もいなさそうですけど、しゃ、見た感じだとこの道をずっと行ったら、おしめ駅着くみたいですね。これが角崎川ね。よし、渡っていいのかな。あんま高所は歩道がないけど、
ごめんなさい、ここ歩行者禁止ですよとかって突っ込みになったら、素直に謝ります。ちょっと急いで渡ります。向こうに行ったら横断歩道あるんで、向こうまで行ったら大丈夫です。よいしょ、ちょっと信号変わった。